クイリナーレは、ローマの町の元となった、ローマの7級の一つ、クイリナーレの丘とも表記される。また、この名前は、イタリア共和国大統領官邸となっている、クイリナーレ宮殿を指すこともある。現代の外区でおよそこの範囲を説明するならば、9月20日通り、およびクイリナーレ通りを、オネセントし、丘の先端は、クイリナーレ広場とクイリナーレ宮殿、クイリナーレ庭園である。 陸の付け根は、ピアモン付近である。丘の幅は狭く幅500メートルほどであり、ビミナーレの丘との間の谷は、ナツヨナーレ通り、ピンチョの丘との間の谷は、サンニコラダ・トレンティーノ通りや、バルベリーに広場付近である。クイリナーレの丘に立ち並ぶ宮殿、ルイジロッシーニが1827年に発行した、ローマ79根弱版画のシリーズ、現在のトレビ近くのアッカデーミアディサン。 ルーカ宮殿から見た景色で、そこは架空の庭となっているもともとは、コリス・ラティアリス、ムーショリス、ソルターリスという丘の集まりの一部分であった。16世紀に始まった建物の建造によりそれらの区別は失われた。ローマの伝説に基づくと、クイリナーレの丘にはサビニ人の小さな村があり、キツスタティウス王は、ローマとサビニとの和平後に、そこに住んだとされる。 サビニジンは彼らの神、クイリーヌスに捧げた祭壇をここに建てた。紀元前8世紀と7世紀の墓が発見され、サビニジンがこの区域に住んでいた証明ではないかとされる。丘の上には、ルキウス・パピリウス・クルソルが、第三次、サムニウム戦争後に勝利を記念した神殿に移した、クイリヌスの墓があった。幾人かの著述家は、三種神をカンピドリオより前に、 ここで祀っていた可能性を考えている。オスクサビニの神フローラの聖域もここにあった。紀元前446年、サンクス神に神殿が捧げられ、それは他の神殿の廃墟の上に建てられた。またアウグストゥスはマールスに捧げる神殿を建てるように命じた。コンスタンティヌス一世は町の最後の浴場を建設する命令を出した。この建物は失われてしまったが、 いくつかの16世紀の絵画には見ることができる。中世には、ミリチエノ島とサンティピエトロエドメニコ修道院が建設され、コンスタンティヌス浴場の上には、ロスピリオージ宮殿が建てられた。この宮殿には、現在も、クイリナーレ広場にあり二つの有名なディオスクーロイ、キバ像とミケランジェロがカンピドリオのセナトリオ宮殿の階段上に移動させた二つの川の神の像があった。 アウェンティヌス・カピトリヌス・カイリウス・エスクイリヌス・パラティヌス、クイリナリス・ウィメナリス紀元前31年のローマの地図上に示したローマの7級及びその他の主要地形の名称。都市を囲む国天線はセルウィウス城壁初期ローマの7級都市、ローマ成立前に人が定住したと伝えられる7級で、オッピウス、パラティウム、ウェリア、ファグタル、ケルマルス、カイリウス、 キスピュスの七つである。カッコ内は、現代のイタリア語での表記。ローマの七九詳細は、ローマの建国神話を、参照としローマの起源となった。ローマの七九は、アウェンティヌス、カピトリヌス、カエリウス、エスクイリヌス、パラティカッコ内は、現代のイタリア語での表記。現代のローマ七九は、アウェンティヌス、カピトリヌス、パラティヌス、クイリナリス、ホルトロルム、ヤニクルム。 オッピウスの七つである。カッコ内は、現代のイタリア語での表記。ありがとうございます。